はい、皆さんこんばんは、レイです。この間出した動画と同じ感じなんですけど、全く同じ部屋です。数日空いてもう一回ロケでこう来てるんですけど、また自分のお気に入りのですね、常夜で予約したんですね。同じ部屋ですね。全く同じ部屋。あれ、なんかルームキー渡されて、なんかこの数字見覚えあるぞと思って上がってきたら完全に同じ部屋でした。あのドア出た先にあるなんか自販機とかいろんななんか位置関係が完全に覚えがあるんですよ。この部屋ですね、僕この間泊まってたの、ということでですね、連続でまたこの部屋でございます。で、今日はですね、週刊バイク TV のロケでですね、ツインリンクモテギに行って、カブの、アッシュですね、CT125 ハンターカブの試乗会に行ってきたんですけども、まあ、1日雨だったんですけど、僕が乗った時だけ、まあ、霧雨ぐらいには慣れて、ただもう諦めて完全にもう全身そのレインウェアで行っちゃったから、なんかあのせっかくのハンターカブなのに、なんかその本当はなんかおしゃれな可愛らしい格好とかしてちゃんとバイクに合わせたイメージとかやりたかったんですけど、それちょっとね叶わなかったんですが、まあ楽しく乗ってきてですね、すげえ良かったですね。さっき帰りのモテキからの車の中でスコッティとどうだったって、いや俺ずっとベスパ好き好き言ってるけど、ベスパの代わりになり得るぐらいすごく良かったって話してて、まあ、ベスパが僕の、まあ、街乗りというか、まあ、人生で1台しかバイク選べないんだったらベスパ選ぶかなっていうぐらいベスパ好きなんですけど、それのまあ2位になるぐらいすごく良かったんですよ。これは結構ね、正直僕は意外だったんですけども、まあ、その CT125 ハンターカブに乗った話というのは、週刊バイク TV の方でですね、8月の頭放送分だったかな、だと思いますので、よかったらご覧になってくださいませ。で、今日はですね、サムネイルにあります通り、屈斜にちょっとねお買い物したんですよ。この間屈斜に高等店遊びに行ったらね、見たことないものがあって面白いんで買ってきちゃいました。それがですね、こちらのアイテムでございます。はい、3種類あって3つ買ってきました。で、これがどんなものかと言いますと、ちょっと文字が見えるかちょっと自信がないんですけども、メタルプレートホルダーというものでですね、 K4487 という形式のものなんですけども、カラーがですね、僕が今回選んだのがレッド、ネイビー、そしてブラックという3種類がお店にありました。多分これが全部なんじゃないかな、3つとも買ってきました。で、これ何をするものかと言いますと、正直最初見た時になんかキーホルダーにしては、じゃあ例えば赤いやつ見ますと、ごめんねカメラいらっしゃいました、キーホルダーにしてはここなんかあまりに薄っぺらくて、何通したりか分からなくて、もう栓抜きなんじゃないかとかってちょっと思ってたんですけど、まあ、分かんなくて、これ店員さんに何ですかって聞いたら、今くしたにで現行で売ってるバッグにこれを引っ掛ける部分があって、ここの黒いとこがマジックテープになってて、要はグローブとかちょっとしたものをここに固定しておく用のものらしいんですね。で、最初これ見た時にここのこの狭いとこのこのフックの感じが、ニューエラの帽子を買うとですね、ニューエラその帽子の中にはタグがあって、それをバックパックとかに吊り下げておく用の専用のアタッチメントの、まあ、メタルのフックみたいなものがあるんですよ。で、それ自体がいろんなカラーバリエーションがあって気に入っているので、僕自分のニューエラのバックパックにもそれをつけてるんですよ。で、バッグによってその色変えてみたり、で、僕あのボックスタイプのバックパックがすごく好きで、それ気に入って使ってるんですけど、スコッティもそれと同じやつ使ってて、で、僕がつけてるプレートとスコッティがつけてるプレートは色が違うんですよ。まあ、そこでなんとなく自分の個性じゃないんですけど、自分のパーソナルカラーみたいなものを選んでいたりとかしてて、で、今日使ってるバックパックがこれなんです。これあの屈斜のですねバックパックなんですけども、あのご覧のようにここにですね、光の反射でギリギリ見えるこのレイブログロゴが入っている、まあ、僕版ですね、レイブログコレクション by 屈斜で、まあ、コラボして一緒に作ってもらったバックパックで、これ現行の今売ってるやつと基本的な構造は一緒です。ここ背中の間にこんな隙間があって、背中にこれが密着しないので、真夏でもここを風が抜けていってくれる、背中蒸れることなくバイクに乗れる、まあ、バイク用のバックパックですね。で、今日はあの MacBook Pro をこの中に入れずに、こっちにある別の、 あの引っ張るタイプのキャリーバッグに突っ込んでいるので、今日荷物少なめにしたんですよ。で、これ自体ご覧のようにすんごい細いんですね。手前に寄せるとちょっと大きく見えますけど、背負った感じで言うとかなり小ぶりなんですね。背中の幅の範囲内に全然収まっちゃうぐらい。ただこれがこの白いとこ見えますか、向こう側にこうベッドの白いのがこうたまに透けますよね。この隙間がこうやって前傾姿勢とってもずっと隙間がいるんですよ。この分ここが蒸れずに済むんですよ。だから今時期これむちゃくちゃいいですよ。僕これその商品開発する時に、冬のまだ寒い時期にこれつけて走ってみたりしてたんですよ。
冬だから寒いんですよ、こう風が抜けていっちゃって。だから今時期になってようやく、ああこれ良かったって思うようになったアイテムなんですけど、でこれ僕まだサンプル版のやつをですね、僕使ってるからあれなんですけど、ちょっと仕様が変わってるので、最終版っていうのは、レイブログストアのですね、あの商品説明欄に最終のファイナルスペックが書いてあるんですけど、まあこういうところにそのレイブログロゴがあったりとか、であとね、まあ靴下に版と根本的に違うのは、これロゴはあのなるべくブラックアウトして作ってもらったんですね。カバン自体はなるべく暗くしたくて、スタンダードの方確か赤いラインが入ってるんじゃなかったかな、そういうのをなるべく全部消し込んでもらったんですね。だからブラックでかなりこう男っぽい感じになって、僕はこれめちゃくちゃ似てるんですけども、このバックパックをお使いの方、まあ、それこそこのレイブロックコレクションバイクスタニのバッグ今使ってくださってる方は、これのですねサイド、こっち側か、この辺、ここですね、腰ベルトがあるんですね。腰ベルト、この腰ベルトを、まあ、バイク乗るときには僕は固定してるんですけども、この辺にこんな見えますかね、小さな小さなこんな取っ手のフックのようなペロンっていうのが出てるんですよ。ここにこいつらをつけるそうなんですね。ということで早速つけてみます。で今、手袋は適当に持ってきました。これをつけてみます。ということで開けますね。で3種類買ったんですけども、まあ、これがどういう特性のものなのかって今ちょっと開けながら解説しますので、聞いてください。このメタルプレートホルダーっていうものは、まあ、メタル金属なんですけど、これステンレスなんですね。だから錆びない素材ですね。それをメッキとかで色を上から乗せているんですね。これだからブラック、これがブルーで、これがレッド。特にこっち側もめちゃくちゃメタリックのメッキですごいキラキラしてますよね。今わざとちょっと光を当てて反射させてるんですけど、光が当たらないとこういう感じ、光を当てるとこうなるんですね。でブラックはマットブラックです。でこれ、まあ、特性から考えると、ステンレスや金属にメッキとか乗せてるものって多分バフがけしたら剥がせるんですよね。ってことはですよ、剥がせるのであれば、ここの串谷の富士山マークありますよね、このロゴ、この串谷マークだけ残して周りをきれいにバフがけがっちりすれば、剥き出しのステンレスのシルバーにこれ戻せるんじゃないかなと思ったんですよ。だまあメッキだから多分ね、激しくその辺にこうカンカン打ち付ければ全然これね剥がせると思うんですよ。だまあステンレスの上にメッキしてるという構造上のところから、そういうちょっとねいたずら心働かせを回って、だからすごく大事にしたいんだったら傷つけないようになるべく大事に使った方がいいです。ただこいつはなぜカバンにこうつけとくものになるので、多分ねそんなに物に擦れたら当たったりとかしないと思うんですよ。でこれがまあニューエラのそのさっき言った帽子をバックパックに固定するための四角い、そっちはクリップみたいになってるんですけど、みたいにこれでちょっと個性出せるんじゃないかなって今思ってるんですよ。でただまだこれ使ったことがないので、その使い勝手含めて、取り付けをしてみます。せっかくなのでちょっと出しちゃいましょうか。今ねレッドをまず出しました。レッドとブルーがまあすごく鮮やかな色をしていて、ブラックは完全にもうなんていうんですか、光を反射しないマットブラック、フラットブラックになっているので、まあ、だいぶ雰囲気変わると思うんですよね。これも皆さんのお好みで選べばいいんじゃないかなと思います。で僕がお店に行った時には串田に高等店に行ったんですけど、3種類あって3種類買ってきました。こんなものですね。はい、すげえ高そう。あーやっぱ全然色の見た目の雰囲気が違いますね。あ、わかりますかこの音、ちょっとあまりぶつけて剥げちゃいそうな怖いんですけど、金属音ですよ、金属音。こんな3つのプレートでできています。この青と赤、今わざと光当ててるからここまでキラキラしてるんですけど、光当たらなければこんな感じです。ただかなりこれでもメッキ感が強いのは分かりますよね。でこのブラックのやつが、ちょっと光の当て方難しいですね。これ富士山マーク、あ、この辺から出ましたね今富士山マーク、このぐらいの出方ですね。だからブラックにすれば完全本当ブラックアウトしているので、まあ、僕が作ったこのレイブログコレクションバイク下にのバックパック、レイブログ版であればブラックにするともう本当に存在感出ないんじゃないですかね。だからたまたま今日ちょっと黒い服着てますけど、なんかそのなんか男臭い感じだったら黒いいんじゃないですかね。だからあまりに沈んじゃうからあえて色ぶつける、
例えばレッドをつけるのか、今回ブルーをつけてみますね。腰ベルトのここにこのクリップのようになってますが、この鍵爪のようなこれをここのこいつです、僕の今鼻のあたりこいつにつけます。これ引っ掛けるように通してあげればいいんですよね。今ちょっと手元で綺麗に撮りたいんですけど、僕出張先来るときはですね、荷物減らしたいときはソニーの RX100M4、 まあいわゆる1インチセンサー積んだ高級コンデジって言われるものですね。まあ新型も出てますけども、動画用途としては僕これ F 値が一番明るいんで、僕これを旧型ではあるんですけど気に入って使ってます。で今日 EOS R 持ってこようと思ったんですけど、 EOS R やっぱ母体がもうでかすぎて、あともう EOS R5 とか R6 がもう欲しくなっちゃってて、今日久々に GH4 を引っ張り出してきました。 GH4 軽くていいですね。ちょっと話余談しちゃった、余談それた。じゃあこれをここに取り付けていきます。 EOS R だったらもっとね綺麗に取れたりしたんですけども、ちょっと今日は出張先でご容赦くださいませ。でこれをここにこう通せばいいんですよね。難しいな、クリアランスがギリギリだな。ちょっとなんか折れちゃった、折れ込んじゃった、このナイロンの生地そのものが。まあ後でちょっとバリッとするとして、はい、こんな感じで今この状態じゃ全然見えませんよね。これが本来は腰にこう巻いてくるんですけど、ここにこの青いプレートがつきました。だからもうこれワンポイントでちょっと光も無理やり、今スマートフォンの光当ててるんですけど、反射すればこうなりますけど、光が当たらなければここまで存在消えます。このメッキ感お分かりいただけますか、このメッキ感で。この先のマジックテープがここに出てくるんだと思うんですね。でここがこうやって、この音聞こえますか、ペリッと剥がれる。でこの剥がれたところが要は何でも止められるから、まあ、例えばこういうグローブを使うのであれば、僕の思い通りに行くのであれば、まあ、このマジックテープそのものをグローブ側のオスメスにつける手もありですよね。このオスメスにこうやってつけて、バックパックをこうやって背負いますよ。よいしょ、今バックパック背負った状態です。まあ、この背中の隙間がいいですね。そうなるとここにこうやって手袋をブラーンとできるんですね。これここにこうブラーンとできるとこんな感じですね。ちょっと青白い光になっちゃって恐縮なんですけども、だから出先とかでグローブをこうやって脱いで、ああちょっと置き場所ねえな、どうしようかなって時に、ここにこうやってぶら下げておけば、まあこれなかなかなくさないですよね。ここあと僕のこの顔の位置からここギリギリ僕のその視界の外にグローブがいるの見えてますので、まあ分かります。だからこれ落としたらもう分かると思う。グローブって意外とその行き先がないじゃないですか。ヘルメットの中に託し込んでもいいんですけど、ヘルメットの内臓を汚しちゃうし、ヘルメットの中にグローブ突っ込みっぱなしにしてるとシールドの裏側にグローブが当たってしまうので、本来何とも設置することがない、当たることがない、接触することがないシールドの裏側を傷つけたり、まあ、手の油なのかバイクの汚れなのかをシールド側につけてしまうことにもなり得るので、ヘルメットの中にグローブ突っ込むのは本当に良くないです。こういう使い方ができるわけですね。なんかいいね、まあ、今日ちょっと派手めなグローブにしましたけど、これ存在感出せていいですね。で走るときにはペリペリとグローブを外して、あとはこのマジックテープを止めておくだけ。この今キランってした感じ分かりますか。これワンポイントで結構キャラ強くていいですね。まあ、僕ブルーにしましたけど、これがこういう風に今ブルーどこだ、光どこ、ここに今ついてるんですけど、ごめんなさいね、アイテムがものすごい小さくて光ってますね。ここがブラックになるのかレッドになるのかという超細かいアイテムです。というワンポイントアイテムを紹介してまいりましたが、光を当てるとこう、反射を避ければこうですね。だからこれちょっと実際の光り方っていうのはよっぽど光を当てないとこんなにキラキラはしません。今わざと光反射させてます。自然となってるとほぼ
わからないぐらいじゃないですか。だからこのメッキ感上手ですね、このキワキワの感じ。だからちょっとこれを、まあ、青だけじゃなくて赤も並べるのであれば、まあ、こういう存在感ですね。で僕はこのマットブラック相当気に入ってはいるんですけど、本当にこれちょっとしたワンポイントなので、どれつけても多分他人からはそんなにわからないとこですね。だから仮にこのバッグが複数並んだ時にどれが自分のかわからなくなっては困るので、まあ、こういうのを使う手もありますし、本当これワンポイントのアクセサリーですね。まあ、男の人左耳にピアスつけてる人結構いると思うんですけど、僕も穴塞がっちゃいましたけど、本当にピアスが小さいのに1個ついてるかなぐらいの存在感で使えるものです。もうちょっとすごいラフにちょっとパッケージ開けちゃったんですけど、これですね。よかったらこれ調べてみてください。僕だから着せ替えですね。例えば、まあ、今日はその僕本田さんの試乗会行ってきたので、そうなるとまあホンダレッドがいいんじゃないですかね。ただバックパックをブラックアウトしたとはいえ、一部こういう赤いラインとか存在感としてこう残ってはいるので、このバックパックのデザインに揃えるのであれば、まあ、赤赤というのはいいと思うんですけど、ちょっと主張させる感じで、例えば、まあ、ヤマハブルーなのかスズキブルーなのか、まあ、ワンポイント自分がブルー好きならばこれ当てるとかで、その存在感を出したくないのであれば、この黒、これ相当渋いですよ。綺麗なマットブラックですよ。説明難しい、ちょっと光当てるのが本当難しいんですけど、この辺か、富士山マーク出ましたね。ごめんなさい、 GH4 が久しぶりでフォーカスが自分の顔に来ちゃってる。これどこ、ここフォーカスが来ない。まあ、というアイテムですね。ちょっと後です。この動画のこう最後、よりをですね、見ていただいてお別れすることとしましょう。まあ、そんな串谷のメタルプレートホルダーを、串谷ことで3つ買ってきました。よかったら皆さんこれお店で探してみてください。僕のこのレイブロックコレクションバイ串谷のバックパックはここに付けられます。他のカバンバッグでも、まあ、何らかこれちょっと付けられそうな取っ手のような小さなところがもしもあれば、応用で付けられるかと思いますので、ご自身の使い方で工夫してみていかがでしょうか。僕はだから全然関係ない、今ここにサムソナイト の、こうキャリーバッグがあるんですけど、っていうものに付けたり、なんか別のキーホルダーとしてこれ使おうかな。単純にすげえかっこいいから、ちょっといいお値段するんですけど、よかったら調べてみてください。そんなわけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。皆さんちょっと注意があります。今僕は適当にこのまずブルーをつけてみて、レッドに付け替えようかなと思ったんですけど、この形状をご覧いただくとですね、このここにちょっとこの余白みたいのがあるじゃないですか。ここの綺麗な余白にきちんとこのナイロンのフックみたいなものががっちり引っかかって、一回つけたら外すのがめちゃくちゃ難しいです。これ何度も何度もその日に毎日好みの色を付け替えるというよりかは、もう好みの色をもうビタッと決めて、一つのバッグに対しては一つをもう固定で付けておくっていう使い方をするのが、いいかなと思います。取れちゃったらどうしようって心配は絶対に取れないと思います。まあ、カバン側のこのナイロン自体がここからもしもちぎれちゃったら取れちゃうんですけど、これ自体は信じられないぐらいがっちりとここ一回入り込んだらもう取れません。皆さんこれ気軽に交換するものではないというイメージを持たれた方がいいのかもわかりません。僕が不器用なだけかもわかりませんが、見た目以上にここにがっちりと固定されております。めちゃくちゃ苦労してブルーを外してレッドに付け替えました。結構コツの世界ではありますけども、結構苦労したことだけはお伝えしておきます。僕はバッグに一旦レッドをつけてみました。でこのブラックとブルーは一旦ちょっと余らせておいて、別のバッグにもつけていったりしようかなと思います。この動画の概要欄にレイブログストアのリンク入れておきます。よかったらそちらもご覧になってください。新商品とかですね、大人気商品追加していきますので、ぜひチェックしてください。